再開エンゼルス監督に同情の声、不可能な状況。再建の考え否定、数日後に、成長、協調の哀愁。成長、という言葉が気になった記者は、どこに成長を感じているのか、と質問。指揮官は、あなたはもしかするともっと試合に勝つことを成長と見ているのかもしれない、と回答。PO 進出を目指すためには当然勝利が求められるが、もっと試合に勝つこと、ではない部分に成長を見出さないといけない状態。ロンは監督するためにいて、チームを再建するためにいるのではない。この男は不可能な状況に置かれている。これは本当にひどいロースターだ。オーナーがもっと資金を提供して強いチームを作り上げなければ選手や監督がかわいそうだよ。昔みたいな情熱を失ったならば球団を売却して情熱を持ったオーナーに経営を引き継いでほしい。LA は昨年の夏にも再建のタイミングを誤り、大谷にこだわりすぎてトレードに出せず、代替戦力を N まま FA で流出させてしまった。ここ数年少なくとも前半戦はこうまでひどくなかった。改めて大谷の存在がチームを支えてきたんだと思わざるを得ない。トラウトが故障した今となってはトッププロスペクトを得るための駒もない。少なくともオーナーが変わるまでは暗黒時代が続く気がする。同じロサンゼルスに本拠地を置くドジャースとエンゼルス。随分と差がついてしまった。皮肉なのはオーナーが交代して悪くなったエンゼルスと逆にオーナーが交代して良くなったドジャース。このようなチームを引き受ける監督も辛いでしょ。エンゼルスファンはワシントン監督を批判するよりチームの戦力がないことを認めるんだな。TBS 末期のベイスターズみたいなチームの監督を引き受けてくれただけでも有利かたい。誰が監督しても無理だろうな。エンゼルスは根本的にチームを解体しないと。毎年恒例の監督の首切りは、弱小エンゼルスのもはや風物詩、投打の戦力もまともに補強もせず、チーム低迷の責任を監督に負わせるやり方はうんざり。